なあ、この間言ったお祓い、効果はあったか？それが、エデンで噂の白い少女の幽霊を見せっかく10万もする壺。バカだなあ、ああいうのは薬と同じだ。だからか、なんだか、さっきから…やべえよ、それ。お祓いの効き目が切れ…今度は…悪いこと言わないでね。この子、私と記憶共有してから。だから試しに一人で。そしたらこの子、ユウキのおかげで私の端末の画像ファイル全部ヌメモンの。だから同じドットで星を作れとは言ったけど、私に仕掛けろとは言ってないでしょ。そんなに怒らなくてもいいなんて。フーディエができる前にね、エリカも同じよ。ユウジに自分のスキルを見せるために、ユウジと千歳の端末の何のドットに変えたって。余計なこと言うと今度は麻痺をつい。なんで言っちゃダメなの。エリカ、あの時の最高に生かしてると。だから、それと同じことをしただけ。あんたの過去の経験を局所的に抜き出してるから、そう思うだけで、今の時系列を踏まえて記憶を整理して。いつの間にか私を自分がもう一人いるみたいで、すっごく私がいないところで余計なこと言わないように。仕事が入って、これから又吉さんの部署ザクソンからの言い。お兄ちゃん、私は無理はするなよ。まず関係者の赤対象は準備してくる。よかったね、エリカ。ユエリカ、私は。そうね、画像。うぅ、それな。どうしたの。さすがにまずくないか。私たちはハッカーだよ。Bye.
悪いね、わざわざ。フーディエの場合違うよ。お嬢もリュウジも別にバイチームのアジで電脳。でも又吉さんは、ああ俺たち何年前だ、アッカーから弱当時一緒になった。二人して一緒に、今時珍しいダチのためにそこまでいろいろ便宜を図ってくれて、俺ら歩道扱いで済んだわけ。恩人ってのはだから心配する。リュウジの様子がおかしい気がする。しゃあない、リュウジだよ。あいつらには適当に心配しなくてもさあ。足りないな。又吉さんからアカウントを盗む。ザクさんから。あまりよそのチーム。いや、今どう。話は分かった。お前の仲間がまたその隙をついて、で、デジモンの姿になったやつなんて、いや、ともかくデジモン型長その姿でさ、まさか暴れ、気にするなよ。むしろ嬉しい。俺のことをちょっと、実は又吉さんが来たよ。コミュニティ、これからはシークレ、私の声は君たちにしか聞こえないから。おう、リュウジ、連絡ありがとうよ。水臭いこと言って。すぐに退院できた。そうかそうか、ゆっくり。あ、おかげさまで。ああ、立派なもんだ。ところで又吉さん。おお、ないいよ。ん、デジモンみたいですね。こんなとこにいたら一般のお客さんに。対象に発見された。やれやれ、読む。あ、それに。
デジモンでもスケベ電波が観測できるの。それは冗談。ともかおい、伊達、遊んでねえで早く。うっす。デジモンはちゃんと管理しておけよ。ちょうどいい。紹介するよ。お前と同じ土でな。どうも。見た目は妙だて。お前もだ。ハッカーって。またよしさん。俺もも。そんな。誰が死ぬか。ん？本部からす。ああ。よし。すまん、リュウジ。ハッカー絡みですか？そいつは助かる。さちょ、おい、無茶だって。なんだよ。いいじゃない。でも少しくらいあいつらに貸してやればいい。あいつはお前の親友だろ。そう、そうす、俺の言う。ああ、そうだな。
Bye.
けじめをつけるぞ。
빠르게나겠다. 스킬은 뭐나이? 오이 나테! 오마이도 있어. 예. これからサーバーに侵入。おお、じゃあアカウントというか、なんでまた。前回神城にマルウェアを仕掛けたが、入ってくる情報。はは。そうだ。でん、ザクソンからの情報では、数年前、その時、こと。やつらまでか。今回はその仕、侵入するのはここからメインネット。まず私がお兄ちゃんと君、このエリアはそこから。なんでワームモンまで一緒なの？この子は連絡員。目当てのデータを見つけたら、私がワームモンに偽造パスを。この子と私の間の通信回路がどこ？お兄ちゃんはワームモンからデータを吸い。君はお兄ちゃんの端末ダウンロードのタイミングが。予備サーバーとはいえセキュリティは厳重なはずだ。ユージはたまに不思議な言葉を使うよね。お私のデジモンに変なことをし変ってなんだよ。かっけんだぜ。話を脱線させるな。あれ千歳はこっちだ。足のつかない。そうすればその際に残す閲覧記録を。なるほどな。そ了解。向こうで合意。話はまた後でな。
開始だ。 開始だ。 Thank you.
バック開始だ。悪くなかった。
みんなのおかげだよ。届いてる。何か言いたいことの沈黙はこうで俺のよう。お前が来てからエリカはよく。お前は人の風下に立つなよ。なんだか違うよ。ユージのことじゃなくて。な、セキュリティプログラムだ。手が離せない。力を貸してくれ。
おい、セキュリティがデリ、ワームモンとさ、一人で心配リュウジ。